皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて、今回もですね、エフェボーイさんの春のニューボード、今回はもう完成編ということでね、最後に残った DC ケーブル、今回も EBS のフラット DC ケーブルで、全部揃えてですね、配線してまいりたいと思います。で、今回のね、ポイントはですね、ボス製の LS2 とですね、ワイヤレスありますけどね、こちらがですね、パワーサプライ足りないときはですね、こちらから分岐して1台ずつ取れますのでね、電源取れますので、こちらの製品があるととっても重宝しますですね。ということで、ちまちまと、配線していってですね、ようやく完成ということでございます。ちょっと今回はね、スタジオ練習で時間がなかったのでね、ちょっと急いでやったので、結束バンドとかね使ってなくてあんまり綺麗じゃないですけれどもね、ただ背面を見るとですね、とっても綺麗に揃っておりますということで、大型のボードからですね、ちょっと小さめのボードに移し替えることができました。それもこれもね、 EBS のフラットパッチケーブルとフラット DC ケーブルを使ったおかげでね、だいぶ小スペースが測れましたのでね、ぜひとも皆様方 EBS のフラットパッチケーブル、フラット DC ケーブルもね、注目なさっていただきたいと思います。そして、次回はですね、このボードでのね、バンド練習の音の方もですね、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。皆様方もボードゴールデンウィーク中組んだらですね、ぜひともエフェボに投稿してみてください。ありがとうございました。